はい、皆さんこんにちは、レイです。今日はですね、珍しくズボンの話なんですけど、ライディング用のパンツ実はそんなにあんまり紹介してないんですけども、今年ロケが多いのでそれに対してですね対応しなければということで、今回はですねパンツを紹介します。でこれですね、普段履いてるこれデニムなんですけども、ちょっとこうくるぶしが見えるぐらいのショート丈、短めのものっていうのがですね今トレンドであるので、それ気に入って履いてるんですが、でこれアルパインスターズのブーツなんですけども、ここ、ハイカットなんですよね。ミドルとハイの間ぐらいかな。でそれでもバイクにまたがってしまうと、ここねくるぶしが出てきちゃうんですよね。そうするとバイクのフレームとかにここ擦っちゃって痛いし、万が一やけどしたら怖いので、実際ライディングするときにはもうちょっと丈の長いものが必要になるんですけども、この丈、今こう足を曲げた状態もちょっと肌色出ちゃってるんですよね。そんなわけで今日はライディングのパンツを紹介します。さあ、というわけでこれがエクスパンドコーデュラパンツっていうものなんですけども、コーデュラって聞いて皆さん分かりますか？コーデュラナイロンって言って、普通のナイロンよりも強度の高い生地をですね使って作った、例えばバッグとかいろいろなんかあるんですけども、これこのズボンがですねコーデュラナイロンをその梱包で中に入れてあるんですね。なので生地自体はこれかなりストレッチで伸びるんですよ。ここを引っ張ってこうビヨンとしてる感じ分かりますかね。実際に履くとかなりシルエットこれタイトになっているので、一見するとこれかなりのこうスリムシルエットになっていて、足長効果もあってですねすごく気に入っているシリーズなんですけども、ライディングパンツに我々ねライダーが求めたいものが何かというと、やっぱりこのストレッチ性が一つとても重要なんですよね。というのも今この椅子普通に座ってますけれども、ライディングの姿勢を取った時には足を曲げたりもしますし、その元肌のように足出すわけじゃないにしても、こう楽に体を動かしてこういう動きを取りたいんですよね。でこのどんなバイクでどんなライディングフォームをとっても、生地がその突っ張ってしまって体の動きを妨げるということがないので、このストレッチ性というのはとてもとても重要なんですけども、じゃあただ伸びる生地でズボンを使ってしまうとどうなるかというと、万が一我々が要はライダーが転倒してしまった時の強度が全然足りないんですよね。皆さんもですねちょっとこう頭の中想像力働かせてみていただきたいんですけども、僕行動で転んだことは大昔あります。でその時に履いてたのは普通のデニムなんですけど、ジーパンの生地ってもともとは作業着から発生しているだけに、とてもその生地の強度として強いものではあるんですけども、やっぱり対アスファルトに対してこう擦ってしまうと簡単に破れてしまうんですよね。でしかもそのデニムも要はどれだけ分厚い生地を使っているかで、もう単純にその防御力に換算するとその厚さが防御力に比例していくことになるんですけども、やっぱり厚くなればなるほどだんだん伸びなくもなってしまうし、で近頃のデニムっていうのはその生地自体がやっぱりストレッチをして楽に履けるように、そういう生地を使うことができるようになったおかげで履き心地も改善した楽になったデニムというのはいっぱいあれど、防御力換算をしてしまうととてもこの防御力が低下しているデニムというのが多いんですね。ライディング用じゃないんで防御力という観点で語っちゃいけないんですけども、でこれに関してはその伸び率、このストレッチ性を持たせながらも生地自体の強度を上げているというところが、これライディングパンツたるゆえんなんですね。で今回ちょっと試しにですね、こんな色今履いてみてるんですけども、ダニ色の靴を合わせたらどうなるのかって、ちょっと自分のイメージもそんなに湧かない中で、僕はあんまり茶色系、カーキとか、緑系のカーキとか、あとブラウンとか、そういうのって積極的には僕自身は選ばないんですけども、靴をですね仮にこういう派手なポップなカラーのものを組み合わせようと思うと、ちょっとパンツ自体の色を明るく持っていった方が、仮に上こうブラックを着ていてもなんかバランスちょっといいですよね。今画面がこの黄色い靴と赤い靴ちょっとガチャガチャしちゃってるかも分かりませんが、例えば赤い靴をちょっとこう隠して黄色い靴メインにすると、こんな感じですよね。で、かえって赤い靴を正面に出してみてもそんなに派手すぎる感じしないんじゃないでしょうか。で、このズボン自体は今ここね、靴にこう雑に中に入れちゃってますけども、実際的にはこれを上にこう被せていく用途として使っていただいた方がいいと思います。というのもこう足を曲げ伸ばした時に結局この肌が露出してしまうと、これがバイクに触れると火傷をしてしまうので、これはこう被せていきたい。で、クシタニのこの手のパンツっていうのは昔からたくさんさまざまな種類あるんですけども、結構ですねそのブーツカットで裾がかなりこう広がってるタイプのものが多かったんですね。で、そうすると確かにこう靴にはかぶせやすいんですけども、明らかに昔でいうなんかパンタのラッパみたいなすごい広がってっちゃうシルエットになって、そうするとあれ足長効果があると言われてはいたんですけども、僕はあんまりそんな気がしていないんですね。裾がこう広がっていっちゃうので、わりかしここをまっすぐストンと落とせた方が足のシルエット自体は綺麗に出るかと思います。ちょっとこう
離れていきますけども、まあ、フォーカスが合ってるか非常に自信ないんですけども、今僕ベルトせずにですちょっと楽に履いちゃってるので、お尻前にシルエットがどれがかっこいいかはちょっと疑問点は残るんですけども、まあでもどうでしょう、かなり足がですねまっすぐと長めに見えてませんか。このさ、ここからこうお尻もこれ全然突っ張ってない、すいませんね、おっさんのお尻が正面で全然突っ張ってないんですよ。でこの膝周りの生地も伸びてくれてるし、あとここの内側が食い込んでしまっても痛くなりますけども、それもこれ起きてないんですよ。だからこれね、実際的にはすごい楽でですね、こうやって自由に体を動かすことができるんですよ。こんなズボンです。どうでしょう、このスリムな感じなのに伸びてる感じ伝わりますか。これも結構ピタピタになってるんですけど、うん、突っ張りないんですよね。で足の太さは皆さんさまざまそれぞれあるので、僕はですね比較的ふくらはぎよりかは太ももの方がちょっとこう多分バランスでいうと比較的太めなのかな。だから僕が履くとこの辺太もものあたりは結構ピタピタ感があるんですけども、ここのピタピタは結構こだわってます。というのはなぜかというと、タンクを要は挟むわけですよね、ニーグリップして。この挟み込んだ時にここの生地がずっと余り散らかしていると、やっぱりそのバイクとの一体感が欠けてくるというか、なんかバイクとこう自分がこう分離して分断されて全然つながれない感じがしてくるんですよね。だからここはできることならピッタピタにしてタンクを挟みたいので、ここの太もものタイトさっていうのは僕はすごい気に入っています。僕が後ろにレーシングスーツつなぎかかってますけど、串谷のつなぎにしてもアルパインスターズのつなぎにしても、要はここがビタビタになるように採寸してオーダーメイド僕の体に合わせてもらってます。でこのズボン僕はですねたまたま太ももがここピタッと張るのでありがたいんですね。で本当はこのすねとかふくらはぎのところももっとタイトシルエットでスキニーデニム調になってくれた方が、まあ今のシルエットっぽさにはなるんですけど、そうするともうこれブーツにここズボンの生地を上に乗せられなくなっちゃうんですよね。そこが辛いところなので、ここがまあそのこう広がっちゃ困るんだけど、なるべくストレートなシルエットになるようにというところで、多分これねキワキワのところでデザイナーさんこれ多分悩まれたんじゃないでしょうか。まあ、今赤い方見ていただいてますけど、黄色い方になるとこうなります。まあこういう同じ系統のアースカラーと言っていいんですかね、自然界にある色ですよね、黄色も。まあ赤もこれ結構これ元気な赤ですけど、まあどちらも自然界で見たことある色というイメージでいいんじゃないでしょうか。で上はですねなんてことただの黒いトレーナーみたいなもの着てますけども、上が例えばこれで色が白になっていけば全体的な明るい印象にもなりますけども、まあ差し色的なものでいうとここに黄色を持ってきてるのであれば、上はどちらかというとまあ白や黒のようなモノトーンのまあよくてネイビーとかで抑え込んだ方が無難でしょうね。で今シーズンですねアメリタジャケットのグリーンがむちゃくちゃいいカラーになってるんですけど、多分これ黄色からの流れで来るのはいいんですけど、レッドからの流れがどのぐらいかっこいいかというのはちょっと僕もコーディネートしてみないとまだイメージ湧いてないので、今回この自分が普段選ばない色のブラウンをちょっと積極的に選んでみたというところで、他のジャケットとの組み合わせをまあ遊んでみたいなんていう気持ちもあります。でさっきからまあこうやってねヤンキー座りじゃないですけど楽に体をこうやって動かします。本当にこれねどこも突っ張らないんですよ。便利そうでしょ、便利なんですよ。でですよここ、まあ、お尻ポケットがあって前ポケットは当然あるんですけども、ここのポケット自体はめちゃくちゃ浅いんですね。だからここに、iPhone の入れプロマンみたいな長めのものを入れるとちょっとこの辺からこんにちはって iPhone 出てきちゃうので、ここあんまり物を入れることに対しては適していないです。というのは多分ライディング姿勢取るとまあまあ比較的こういう形に体になりますよね。こうなった時にここにスマートフォンが入ってると結構邪魔なんですよね。そういったものはレッグバッグとかヒップバッグとかバックパックとかカバンの方に入れるとか、まあ、このハンドルのステム周りにスマホをマウントしちゃうとかをした方が多分下半身は楽になれると思います。でここのポケット自体は相当浅いので、まあ小銭入れとくとかぐらいですかね。 ETC カード1枚入れるとか、まあ、目薬リップ入れるとかなんですが、この横にファスナーのこんなポケットがいるんですよ。でここは結構、長くてさらに太もものこっちの後ろの方、なんならこの辺までポケットが来てるんですよ。この足のサイド部のこの生地のまあ繋いでる切り返しの部分よりもポケットの方が実はこれ奥まで行ってるんで、この辺までポケットなんですね。だからここはなかなか大きめなものが入れやすいと思います。まあ例えば何ですかね、まあ、スマートフォンのような硬いものを入れちゃうにはこう体の可動部になるので僕はあんまり好きじゃないんですけども、ここにちょっとしたまあ
ツーリング先でもらったなんか冊子とかちょっと大きめの紙ベースのものを入れるにはとてもとてもこれ便利かと思います。でこれがですね、体の左側と回転して体の右側にも同様のポケットがついています。左右に大きめなポケットがついています。ここですね、相当大きいですよ。多分ですね、 iPad mini 入っちゃうかもしれない。ちょっと今 iPad… あ、ちょっと待って、はい、Kindle がありました。これ Kindle 入っちゃう、もしかして入っちゃう気がしてるよ今。あ、電源入れちゃった。あ、 Kindle 入っちゃったよ横。マジで、ほら Kindle 入っちゃった。これさ、読書いけるじゃんこの状態で。しかもあれ、意外と突っ張らない。あ、突っ張って全然ダメかと思ってダメな手で喋ってきちゃった。 Kindle 入っちゃった。 Kindle が入るパンツいかがですか。どうしよう、ここまで話してきた前提がちょっと崩れたぞ。ここのポケットそんなに物入らないから物入れないでおこう、入れない方がいいんじゃないですかっていうテンションで話してきちゃったんですけど、 Kindle 入っちゃってるもんこれ。でなんかね、こうバイクに乗ってちょっとおしゃれ なんかカフェとかに行っちゃって、テラス席とかあったりなんかしちゃったりして、すいませんちょっとあのコーヒー一つみたいな、はいはいみたいな感じで店員さんオーダーして、でおもむろにこうね足組んだりなんかしながら、さあ今日何しようかなって言って、ここから Kindle が出てきちゃうっていう、ほらちょっとまあ無理やり出し入れしましたけど、 Kindle 入っちゃうよこれ。でってことはですよ、こっちに僕はあと小さめのタブレット、iPad mini とあとね Nexus 7も使ってるんですよ。 Nexus 7はあのヤマハのですね、なんだっけ IMU じゃなくて、なんだっけ CCU だっけ、なんだっけコミュニケーションコントロールユニット、あの GPS ローカーみたいなものなんですけど、それのデータを受信するのにですね、 Android しかうまく動かなくて、それで Android のタブレット一応持ってるんですけど、片方に iPad、 片方に Nexus 7、片方に iPad mini、 違う iPad mini か、このね、Kindle とかできちゃう。何このズボン、これ何狙ったの、これなんて広いの、これちょっと一回クシタニさんに聞いてみよう。これここ広いな、これマジで、マジで、このさ、短い方の底辺じゃなくて縦の長い方の長辺を例えばこう入れてみると、この大きさイメージしてください、ね、ほら大半入っちゃってるもん。このまま全部入れるわけにはいかないけども、ほぼいっちゃう。だから相当広めのポケットが実は隠されているにもかかわらず、太ももがこれだけスリムなシルエットでいられるライディングパンツで、こんなに自由自在に動いてますけどしっかり伸びると。ちょっとおじさんのお尻で申し訳ないですけど、ここさピッタピタに張ってるじゃん。だけど全然体動かせるよこうやって。だからこのストレッチの楽さ加減はぜひぜひこれはね履いてみて、体感していただけたらと思います。で、あとのその生地自体の強度についてはコーデュラナイポン梱包になっているので、こればっかりはもう本当にその引き裂き強度試験とか自分であの削ってみるしか試しようがないんですけども、まあ、願わくば一生この強度の、お世話になることなく過ごしていければいいなとは思うので、まあ、強度はちょっと一旦さておきたい。とにかくこのストレッチ性というのはぜひぜひこれ、楽しんでみてはいかがでしょうか。今シーズン春物ですね、僕はそのブラック基調のもので一部揃えたものと、ポップなカラーを、揃えたものもありますので、まあ、そんなコーディネートの様子などもお届けできたらいいなと思っておりますので、これから春夏シーズンやってまいりますので、よかったら参考にしていただけたら幸いでございます。そんなわけで今日はですね、ライディング用のパンツ、ズボンの紹介をしてまいりました。引き続きご覧になってください。というわけでレイがお送りしました。